自民党が公明党を応援するんだったら、自民党は公明党の創価学会になればいい。そして応援すればいい。こうして政権に国民がどれだけ苦しめられ、そして自分たちが事故がどうしても止められたくない公文書を書いたときに、預けしても聞いて、どうして公文書を書いたらしないといけないでしょうか。もう自民党は自民党だし、創価学会の池田大作さんは慶応大学の次回会の恋愛室で亡くなっています。マンデース、あ、ドラクロさん、今ちょうど塚本駅で公明党が来てるから、今一生懸命、対抗したスピーチを籠池さんがしております。今一番選挙で一番いいとこですね。明日ももう一回こういうのあるかもわかんないです。自民党公明党の今ちょっとご苦労様ですぐらい言えねえね。もう完全に交戦モードで